ホンダ乗り心地を大幅に改善した新型フィットを来年2月に発売へ先日ホンダが発売を延期していた新型フィットを来年2月に発売すると発表しましたこのような写真が公開されておりますがこの新型フィットにはハイブリッド車とガソリン車が用意され 自動ブレーキが搭載されております。ガソリン車は148万円から、ハイブリッド車は192万円からとなっており、ハイブリッド車は基本的に電気を使ってモーターで走行し、電気が足りなくなったり、高速走行中にはエンジンが自動し、このエンジンには 発電用に専用のモーターが別で付いているため燃費がさらに良くなるとされております。またホンダによればこのフィットの乗り心地が大幅に改善しているとされておりますので次の車を検討している方このフィット様々なバージョンも 用意されておりますので、まずは試乗していただき、乗り心地を確認していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。